オランダ14ギルダー1763年 MS63NGC 鑑定です。重量が 9.93g、 91.7% 金の金貨です。発行枚数は不明です。基準価格が MS60 で900ドルです。表面は王冠と馬に乗った騎士がモチーフで、裏面は王冠と剣を持ったライオンがモチーフです。 NGC の鑑定済みコインは全部で16枚で、トップグレードが MS65 になります。こちらのコインは MS63 で残存が6枚になります。基準価格がまだ900ドルと非常に MS60 で安いんですが、実際のオークションでは非常に高値をつけたコインになります。競いに競ってやっと買えたというような状況です。デザインが非常に素晴らしいということと、プルーフに似た輝きがあると思います。アメリカの金貨と比べた場合に、5ドルのドレープドバストと同年代なんですが、一番安くても3万5000ドルしますので、こちらのコインがいかにお買い得だということがわかると思います。